今日は皆さんに初日の絵の感謝を込めてちょっと言いたいんですけれども、もしよかったら手を振ったりして答えてください。よろしいですか？もちろんそれではいきます。緊張する、ちょっと待ってください皆さん今幸せ？ありがとうございます。いかがでしょうか？はい、そうですね、本当にありがたいです。本当にありがたくて幸せです。本編を見ていただいたように、卵型のあれ見て皆さんあーって思われたと思うんです。で、あ、持ってたとか、あ、欲しかったとか思われた方いらっしゃると思うんですけど、その思い出ってこう自分だけのものって思いがちなんですけども、この作品を見たらなんか、あ、同じ世界に同じ星に生きてる人たちと思い出って共有できるんだって思ったんです。で、あ、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。それで、エンターテインメントだったり、本だったりゲームだったりおもちゃっていうのはなんか思い出をつなぐ存在なのかなと思って、恵まれる間は私は頑張ろうと踏ん張ろうと思いました。こういう状況で公開できるかわからないっていう時期もある中で、こうやって無事に公開できたことも、そしてお客さんとこうして会えることも本当に久々なので、こんなにもたくさんの方が見てくださっただけでも本当に幸せな気持ちでいっぱいですし、なんかこの映画のなんかシオンが本当に里見のために幸せになってほしいっていう一心でまっすぐ進んでいく姿が本当にキラキラしてて、なんかそういう温かい思いが皆さんにも伝わってたらいいなって思います。でも最初から最後までおすすめですというのが注目ポイントです。はい、なんか取材でよく記者の方に AI っぽさが出てましたみたいな言っていただくんですけれども、なんかそれってなんか周りにいる方々のお芝居だったり声のお芝居がすごく人間らしいパワーで溢れているからなんだろうなと思って、ぜひ里見たちの生き生きとした生き様パワーを見ていただけたらと、注目していただけたらと思います。私はやっぱり You Need a World a Friend が一番好きですね。なんかもう世界が広がっていくっていう、なんか扉が開いたっていう感覚がすごいあって大好きですね、はい、見ると照れちゃう。いや感想可愛いとおかしいじゃん。もういいよ、そのやりとりっていう。ずっと二人で見合って、なんかずっと可愛い可愛い言ってるじゃん。そうですか。クロスはどうですか？ブレラです。なぜか。なんで、いや、なんか僕、その見させていただいた時にスッと入ってきたのが印象的で、なんでスッと入ってきたのかって聞かれると、僕もずっと考えてたんですけど、まだちょっと答えが見つかってないので、僕ももう一度ちょっと劇場に足を運んで、ちゃんとその答えを見つけていきたいと思います。はい。じゃあどうですか？アンブレラ良かった。アンブレラ、いや、私も実はアンブレラがすごく好きで、こうふとそばにいてくれる感じがするので、ただ私がなぜその歌が好きなのかというのも、もう一回劇場に行ってみたいと思います。はい。ぜひぜひ劇場で皆さんと一緒にね、見てください。はい、はい、このシオンが里見やみんなのために幸せになってほしいっていう一心でなんかいろんな行動をしたり思いを伝えたりっていう、そのまっすぐさに私も心打たれたので、この作品でぜひこういうなんですか、大変な状況だからこそなんか大切な人だったり大好きな人に思いを伝えることの大切さだったり、なんかそういう思いを皆さんに受け取っていただけたら嬉しいなと思います。